その、みたいな。その後からはチェイスでしたよ。はい、チェイスでしたね。なんかもう、私このソロ1弾歌ったの私だけなんですよね。ね、うんうん、だから、なんかで、マイクでやるのが初めてだったの。うん、あ、まで踊ってたから、そう。ライブはあったんだけど。あ、なるほどね。うん、あ、いつもが骸骨マイクだっけ、うん、あ、ここで撮ったの、うん、ずっと。あ、そうなんだ。だったから、あ、そう、メロディーか、あれは。そうそうそう、いろいろね、あるんだけど、だ初めてで、で、みんなの歓声がすごすぎて、うん、で、もうなんか、やっぱ熱い曲だからさ、うん、なんかこう、みんなと一緒に盛り上がってる感じがめっちゃ楽しくて、うん、そう、で、1日目はちょっとグッときちゃって、シャウトが初めてうまく決まんなかったの。今まで、むしろなんでずっと成功してたんだろうかね。おお、なんで？本当になんでってぐらいなんだけど、で初めてうまくいかなくて、まあ、それはそれで後からみんなそれはそれでよかったって言ってくれたんだけど、そう、めっちゃ落ち込んでたからこの人。マジで落ち込んで。立ち直りくらい落ち込んで。でも本当にそれ以外が完璧だったから、うん、なんか何を気にしてるみたいな感じで私たちをね、うん、全然大丈夫じゃん、楽しみにしてくれてる人多かったなっていう思うと、なんかあ、だって今日しか来ない人もいるのにみたいな気持ちもあったけど、でも1日目も私はすごい気持ち伝わってめっちゃグッときてて、その後に裏の映像見てたもんね。いや、そうで、その後ソリチュードレインでこの待機してたんだけど、うん、もう泣きそうって思ってたし、本当に良かったから全然気にしなくて大丈夫で、私たちは言ってました。うん、そうで、すごい励ましてくれて、うん、で、2日目にちゃんとリベンジを果たしました。うん、いや、最高。よかった、ね、気持ちよかったですよ、うん、本当に、うんうん、だからなんかみんなのおかげでもあるし、あなたのおかげでもあるし、すごくいいチェイスができたなって自分で思いました。最高だったよ。よかったよかった、うん、よかったよかった、楽しかったです。ね、でここもチェイスだったからこそ、私の次のブレイクザシステム生きたと思ってるの。かっこいいよね、の流れが。ここよかった、やだからのブレイクザシステムがちょっとなんか本当にやだぶっこ